皆さんこんにちは、キスケです。ということで本日はサイヤ人パーティーに魔人ベジータを採用して戦っていこうと思います。よろしくお願いします。カマキリ対戦お願いします。最近ウイスめちゃくちゃよう見るわ。なんで魔人ベジータを使っていくのかっていうと、つい先日最強キャラランキングを上げさせてもらって、確かね Z プラスぐらいに置いとったんですよね、魔人ベジータを。そしたらその魔人ベジータはゴッドあるんじゃないかみたいなコメントがちらほらあったんで、実際使っていこうかなっていう、そういう安易な考えで魔人ベジータを使っていくんですけど、避けてみろよ、マジ鬱陶しいわこいつ。言うて4周年のキャラクターと合わせたら何でも強いんじゃないかなとは思ってるんやけど、正直範囲特殊入るんだよな、これ優秀よねマジで。バン、オーケー、もう1枚来る。タックル見られたっぽい。あータックル押してなかった。押せてないっていうか、ちゃんと押してなかったんや。 OK、 ぴったしカウンター使い切っていく。総括入る、いいね。ユニークゲージ貯めよう。来ないか、ドロソクダウンついてんもんな。さて、何やらベジットブルーよりその魔人ベジータの方が強いんじゃねっていうコメントが結構あって、そういうヒトラーさん何のパーティーで魔人ベジータ使ってんねやろうなと思って、教えてくれませんそれ。パーティーすごい悩むんすよね、魔人ベジータ。ウイスが消えた。よし。オーケー。ウイスが消えたさ。ベジットブルーに関してはさ、未来パーティーでも、合体戦士パーティーでも、どこでも入んのかなっていう感じはするんやけど、魔人ベジータがね、でも言うて魔人ベジータもサイヤ人上げの Z アビリティ持ってるから、何のパーティーに採用しても強いのかなっていう感じはするんやけど、どういうパーティーで使ってんやろうなと思って、そういうのを変えてくれないんですよね。なんでそういうの書かへんのやろ、使ってないんじゃねおめえら、大丈夫かよその辺。何々パーティーで使ったら魔人ベジータはマジで強いよみたいなのがないんすよ。そういうのを教えてほしい。でも言うて今俺が使ってるパーティーも強いけどね、魔人ベジータ採用しとって。実際ね、魔人ベジータ強いんですよ。身勝手の受け役としてもめちゃくちゃ優秀やし、必殺アートの火力に関してはほんまにピカイチやし、悪くないなっていう感じはするんやけど、パーティーがな、でもやれること多いもんな。変身後メインから範囲特殊とかね、そういうのもありよね。避けのナッパ、ナイス。捕まえちゃった。デレレレレレレ。オッケー、ユニークゲージマックス。ただ気力がなくなっていく。メインアビリティ、もったいなかったけど。いいでしょう。オッケー、バニシングないね。はい、
ね、意外と17-58が硬いよな。マジ難儀やわ。これ時間切れなりそう。そんなことないか。いい火力。これさすがに落とせるよね。よし。マジメジータマジでかっこいいな。範囲特集。ここで引く？マジ神じゃね？おいへへへ。おう！おもろた思ったんやけどな。マジかよ。これ時間切れになりそう。読めないか。まあ、おそらく時間切れなったら勝つんじゃないかなとは思ってるんですが、どうでしょう。あと8秒。ああ、うまい。いや、落としきれるな。 OK。 危な。対戦ありがとうございました。残り3秒。みんながいたから俺はここまで来れたんだ。さあ、マッチングしました。対戦やっていきましょう。髪の毛パーティーのリーダー枠がウルトラベジットということでやっていきます。ワンチャン身勝手出てこなさそうですが、どうでしょうかね。出てくるか。兆しじゃないわ。極みに関してはマジでめっぽ強いね、マジンベジータ。それ以外に対してもそこそこ火力出るし悪くないかなって思うんやけど、もっとなんかぴったりのパーティーあるんじゃないかなって思ってんだけどな。ないですか皆さん。何か教えてくれません。マジンベジータを強いって言ってるから特に。シュ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 、変身しよう。さあ、これ範囲特殊持ってんのマジででかい。マジででかい。はいはい、くらい。いいです。なんかクイックアタックとかさ、クイック移動実装されたらさ、一瞬で目の前に行くわけでしょ。なんか範囲特殊すげえ強くなりそうじゃない。そんなことない。やべえ、ビルスが怖え。マジ獣や。肉食獣みたいな目してる。あー、もったいないことしちまったぜ俺。最悪。結構つながるね。いや、ライジングやろこれ。あれ違うの。違うんや。え、溜まってそうやったけどな。そんなことないのか。まあ、ありがたいに越したことはないんやけど。ありがたいに越したことはないんやけどな。日本語おかしいな。前か。まあ、ええか。はい。まあ、ユニークゲージ貯めていこう。いい強さです。ライジング。ん？この4択。おもろいな。次のリミテッド覚醒ちょっと楽しみじゃない。そういえば話コローって変わるんやけど楽しみじゃない。次なんなんやろ順番的に。お、いいんすか身勝手さん。さよなら。あー、オッケー。さあ、マッチングしました。お、これまた面白いパーティーっすね。強大な敵パーティーか。対戦お願いします。これ魔人ブー出てくんのかな。緑のやつ出てこないでほしい。どうよ、くるー。残念。次のリミテッドの覚醒って順番的に誰なんだ。みんながオーラに託してくれた力が。そんなこと考えながらPVP は戦えないんですが、それは後隙あるんです。それは後隙あるんです。
もうフェスティバルのキャラクターになるのかな。ゴジータブルーとかブロリーとかその辺のキャラクターになるのかな。はい、まあでもゴジータブルーに関してはね、まだ新規のキャラクター来てないんですよね。ベジットブルーは出てるけどゴジブルだけ出てないんで、まあ、ワンチャンゴジータブルー覚醒っていう目もあるのかなとは思うんですが、ウルトラベジットはいるんだよな。その辺どうなんだやろ。それか今未来をしてるから石腕覚醒とかワンチャンありそうじゃない。あ、魔人ブー出てきた。お前は今環境でやれんのか。えらい特殊かもしれん。ぐる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 回すね。 OK 遠心。最近の全開覚醒色偏りすぎてマジ思んないよな。思わん。 緑と青しか覚醒してないぞ。もうちょいなんかいろんな色覚醒してほしい。なんか新規のキャラクターに全開アビリティを乗っけてくださいねっていう全開覚醒好きじゃないんだよな正直。どうする。よしもろだね駆動。いやーセルめちゃくちゃ出すけどこれ死ぬくね。オッケー落ちるよね。助かります。ゴジータブルーが覚醒すればかなり強くなりそうだけど、ウルトラベジットがいるっていうなんかぐちゃぐちゃ感で、ブロリーが覚醒するんやったらまた青かよっていう。あざした。ほらここまで来れたんだ。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はマジンベジータ使ってみたんですけどいかがだったでしょうか。まあやっぱ身勝手相手にはだいぶ強く戦えるのかなっていう、感じはしますかね。でしかもめちゃくちゃ硬いじゃないですか、まあ、だからなかなかやるんじゃないですか。なんかメイン使ってから範囲特殊でコンボ取ったりとかさ、まあこいつにはこいつしかできないような、立ち回りもあるんで、まあ、なかなかマジンベジータ使えて楽しかったなって思います。ということでよければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。